じゃあ平戸理也さん、おめでとうございます。ありがとうございます。よかったな、ほんまな。でしょ、ええ握手。コロナやからね、はい、うん、今の感想どう？そうですね、ほっとしたって気持ちが一番大きいです。うん、今回、まあ、一生懸命去年頑張って、もう燃え尽きたんちゃう？結構影響しました。直前期とかも実習室途中で書いて、うん、で授業じゃないと仕事終わってから11時くらいまでに、ね、実習室行って勉強して、で家に寝に帰ってみたいな、で昼休憩とかも勉強して、休日も勉強してって感じだったんで、やっぱ努力が報われてね。いや、ほんまに。寝てた？めっちゃ寝ましたよ。8時間以上めっちゃ寝て、8、9時間くらい。なんか最初は、うん、結構朝6時とかに頑張って起きて、で行く出勤前2時間とか勉強したんですけど、うん、寝なくてダメやって思って、で休日とかも昼くらいまでめっちゃ寝て、昼から12時くらいまで頑張るみたいな感じでした。でもその自分でルーティンワークね、その合格した最大のポイントって何？今回、でも余計な教材にあまり手出さなくて、ほんまに先生が言われた通り速読と正読と問題集全部テキストに一元化して、であとはそうですね、他の教材とか全く申し込まなくて、うん、もうずっと同じ教材で使ってたんで、それが一番でかいかなって気がしてます。でもそれはやっぱ合ってるよね、はい、その一つのものをずっとこう何度も何度も、まあ見飽きてくるけどね。そやけど僕はいつも講義だの螺旋階段と思ってるから、はい、知らないうちに同じとこ回ってるようやけど実際は上がっていってるみたいな。でリアちゃんね、亀とウサギやったら亀やったんちゃう？ゼミとかでも伸びなくて、はい、夏ぐらいくらいかな。そうですね、7月くらいの夏とかも120点台とかやって、うん、ほんまに9月10月くらいから一気にグッてギリやね。はい、いつギリギリ、もう早うそこのグッて上がるとこ来てほしかった、はい、最後来るぞって思ってて来たからね、これいけるって思ったけどね。内心不安でした。そうやね、その上がった時 なぜ上がったと思う自分で。そうですね、テキスト結構丁寧に見直したんですよ、うん、であと先生の授業を聞いてる時とかに解説分かりやすくしてくれるじゃないですか。その内容とかをテキストに自分の言葉とか例字とかメモってて、で後で見返した時に、あ、こういうの言ってたなみたいなので、うん、それで思い出せたいと思ったんで、それも結構でかかったかなって気はします。なるほど、自分のその言葉で難しいものを簡単にできたよね。ゼミでも頑張ったよね。めちゃくちゃ頑張りました、うん、確かに初め聞いてた時は難しい言葉を結構使ってた、うん、でもだん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 完結ができてきたから、はい、でやったほんまに、はい、うん、その今は行政書士事務所で働いてる。働いてます、ね、で今後はどうする？そうですね、ちょっと今の事務所が結構居心地が良くて、でとりあえずは今はそのまま先生の事務所で行政書士として就任として登録して、でしばらくやって、ま、ゆくゆくはまたもと独立もしたいと思ってたんで、そのつもりで今後は動いていこうかなと思ってます。なるほど、じゃあその先生も知ってやつだもん。なら入社するときから知ってます。あ、そうなんや。独立に考えてますと。その行政書士を目指したきっかけって何やったの？もともとその大学と行政書士会が連携してインターンやってて、でそのインターンに申し込んで、で今の事務所に行ったんですよ。あ、インターンで、はい、でそこで結構仕事も楽しくて、で法律系の仕事に就きたいなってもともと思ってたんで、それで就職も大元でお願いしますって言って。じゃあ最後に一言、今みんな頑張ってる、みんないると思うので、その思い。そうですね、私は結構ずっと勉強してたタイプやったんで、うん、なんかそのちゃんと勉強してた結果飲み始めて合格につながったんで、ちゃんと努力続けとけば結果につながるかなと思うので、頑張ってください。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。もう一回。